どうもダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はね iPad についてですね、まあ、もうすぐね登場するんじゃないかってね噂されてるんですけども、 iPad のまあなんで10世代ですね、こちらについて今分かってることをね全部お話ししたいかなと思います。まあいわゆるね無印 iPad って言われるやつですね。なんで一番安い、モデルになるんですけども、まあ今までで本当最大のアップデートになるんじゃないかっていう。で一応ちなみになんか以前の前のね iPad Pro の動画あったんですけども、 M2 の無印のことをずっとね僕無印って言ってたんですよね。はい、これはね理由はよくわからないんですけども、またちょっと変なこと言ってたねコメントをいただければと思いますけども、確かになんで俺無印って言ってたんだろうと思ったんですけども、10月のね、まあ、イベント、まあ、ないかもしれませんけども、まあそちらについてねプレスリリースっていう形で出てくるんじゃないかみたいな話ありますので、ちょっと詳細をね見ていきたいと思います。いつも見てるけどチャンネル登録まだしてなかったよみたいな方とかですね、これからのことぜひねチャンネル登録と横の通知ベルを押してからねご覧いただければなと思います。今後iPhone だったりですね、あと Mac のレビューとか AirPods Pro もね前回上げたと思うんですけども、そこら辺もどんどん上げていきたいと思いますのでお願いいたします。はい、一応まあ今年でね iPad の登場からちょうど10年という節目の年になるんですよね。っていうことで大きな変化があるかもっていうところですが、でまずちょっとデザインについて見ていきたいと思うんですけども、もうこれ8月にですねマイスマートプライスっていうサイトから CAD データっていうのが出てきてます。これどういうことかっていうと、 iPad 10世代の要するにその設計図みたいなものがこれちょっと出てきてるっていうところなんですけども、一応デザイン的にはこのフラットデザインっていうのをね採用するんじゃないかっていうところで、今のなんで iPad Air とか、まあ、iPad Pro とかに近い形になるんじゃないかなと。まあ、なんで裏面は上にあの背面カメラありまして、まあ、これがなんかね iPhone なんか XS みたいな、まあ、デザインにはなってるんですけども、このフラットデザイン、まあ、採用するということなんですけども、まあ、正面はなんかタッチ ID がついてるっていうところなので、まあ、今までの iPad と表は一緒みたいな感じになるかもしれませんね。ここがなんかどういうことなんかよくわかんないんですけども、まあ、そこは古いデザインを使うと。で薄さに関してはだいたい 7.5 ミリなんですけど、今のモデルがまあ、大体7ミリぐらいに薄くなるんじゃないかっていうね CAD データから見るとですね、まあ、結構薄くなってやっぱこうフラットなね、まあ、iPad Air とかにまあ近い形になるんじゃないかって言われておりますと。はい、まあ、大体 iPad Air とかね、まあ、6.1ミリとかかな、まあ、それに比べたらちょっと 厚いけどもっていうね、まあ、でもさらに薄くなるっていう感じはこの CAD データから見るとまあ見れるかなっていうところはありますね。はい、で下に一応スピーカー、まあ、下にこう2つついてたりとかもありますし、まあ、横から見たらかなりやっぱねフラットな、なんか iPad mini どうなの、ちょっと大きくしたみたいなイメージなのかな、どうなんですかねこれ。一応上にはまあ電源ボタンとかもあるんで、あと横にはボリュームボタンですね。であとまあなんかタイプ C をね搭載するんじゃないかみたいな話もあるんですけども、なんか赤いねこの画像のところだと赤い部分があるんですけども、これタイプ C みたいな、まあ、ちょっとここに関してはちょっと後ほどね説明いたします。画面サイズも 10.5 インチか、まあ、もしかしたら 10.9 インチになるかみたいな話もあるんですけども、まあ、今が 10.2 インチなので、まあ、若干大きくなるんじゃないかっていうことなので、すでになんかね iPad の10世代の、なんかもうケースがなんか発売されてるんですよね。まあ、ちょっとね Amazon で調べてみたらいくつかあったんですけども、まずこれ ESR の Z2 トップケースっていうのが、これ iPad もう10世代のケースをもう販売してるっていうね、まだ本体出てないのでって感じなんですけども、ここら辺からもやっぱり10月終わりとかにもしかしたら来るのかなみたいな話もねあるんで、なんかオートスリープ機能だったりとか、まあ、見た感じなんかねなんか全画面のデザインの写真にはなってるんですけども、でカメラ部分もまあさっきのおそらく CAD データに基づいてるのか分かりませんですけども、ちょっとこう縦長のねカメラのデザインに合うように作られてているのと、あとアップルペンシルね、なんか第2世代に対応って書いてあるんですけど、もしかしたらこれペンシルの対応も、まあ、なんかあるのかなっていうことを匂わすような。でもう一個あったのがティモーボっていうなんか iPad のケースがあって、こちらもカメラ部分はやっぱ縦長になってて、ペンシルはなんか見た感じこれなんか第1世代のが横にくっついてんだけど、これどういうことなのかみたいな感じですけども、背もこういうのもまあちょっと出てきてはいるん でなんか謎にこのタッチ ID にクイックアクセスって書いてあるんだけど、うん、だからタッチ ID これ上にはつかないと思うんですけど、まあこういうのもねちょっとあるんで、まあもしかしたら登場近いのかなっていう感じはありますね。まあこういうのからちょっとデザインとかもね、まあ、推測できたりもするので、まあ、こういったケースメーカーとかってねめちゃめちゃ
気にしてるらしいですね。やっぱり早く出せば出すほど、まあ、有利っていう感じあるんで、ちょっとさっき話したディスプレイについてなんですけども、まあ、10.2 インチから、まあ、10.5 インチに、まあ、ちょっと大きくなりそうかなっていうところで、2019年ですね、iPad Air とかだったり、ちょっと前のモデルですね、とか2017年の iPad Pro と、まあ、同じような、ちょっと横の、ベゼルっていうね、縁がこう細くなったデザインを使うんじゃないかっていうね、ことが言われておりますね。まあ、Apple やっぱり結構、まあ、最近ですけど、ね、やっぱ過去のデザイン使って製品を出してくるっていうね、で、中のチップだけ新しくして、最新の紙の性能を上げて、まあ、ちょっとコストを下げるっていうね、まあ、狙いなんじゃないかなっていうところで、これは結構ありそうかなと思います、僕も。で、あと、まあ、ラミネートね、ディスプレイっていうね、そろそろ採用みたいな話もあるんですけども、要するに、ラミネートディスプレイって、まあ、実際のこう画面と、まあ、光ってる部分ですね、そこの間に空気みたいな、もうギャップとか言うんですけども、その間の隙間が、まあ、ないっていうね、一体化してる、要するにディスプレイのことなんですけども、まあ、今のその iPad Air とか iPad Pro とかはそうなんですけども、一番やっぱり安い iPad ってまだそれじゃないですよね。やっぱこう、ラミネートディスプレイだと、こう、使ってる時にやっぱこう、指がこう、吸い付いてくるようなね、感覚で使えたりするんですけども、まあ、これがようやく来るんじゃないかみたいなね、まあ、これなんか前からずっと言われてるんですけども、まあ、でもどうだろうな、結局なんかなんだかんだ来ないような気もしてて、厚さみたいなところ、まあ、一応その iPad Air 2019年モデルは確かラミネートだったような気がするんですけど、厚さとか考えると、まあ、iPad Air が 6.、まあ、大体1ミリとかなので、まあ、多分ラミネートディスプレイにしたらもうちょっと厚さもね薄くなると思うんですけど、7ミリってことはこれどうなんだろうっていうね、 0.5 ミリしか変わってないんで、なんかあんまりこのラミネートディスプレイはあんま期待できないのかなっていうね、僕はしております。正直ね、気になるこの端子についてなんですけども、ついにね USB Type-C USB-C 端子が来るんじゃないかっていうね、このまあ CAD 画像CAD 画像から見るとですけど、まあ一応ライトニング、もうライトニングなんてね iPad だけだよって感じなんですけども、まあ一応 USB-C がですね、この EU の、まあ法律かな。で、一応これ義務化っていうのがもう決まったんですよね、法律で。2020、まあ一応猶予期間があって、2年間確か猶予期間だったのは、2024年内かな、までに、まあ、発売する端末は USB-C 搭載するっていうのがもう義務化になってるんですよね。なんで iPhone も iPhone、まあ15か16かわからないですけど、まあなるんじゃないかっていう話があって、でなんで iPad も来るんじゃないかっていうねことなんですけども、ここに関してはまあちょっとまあ微妙なところではあるんですけど、やっぱり2024年までね、まあ、猶予があるっていうところがあるんで、まあ、ぶっちぎり来年、まあ、iPad もだいたいまあ毎年のように、まあ、結構出てはいるんで、まあなんでまあ注目ポイントのまあ一個ではあるかなと思います。はい。で一応 USB-C になると、まあどういうところが変わるのかなっていうところなんですけども、まあ、もちろんそのいろんな端末でまず使えるっていうのは、あると思いますね。まあそれはもちろんなんですけども、まずやっぱデータ転送の後、まあ、スピードですね、まあ、これライトニングのもうめちゃめちゃ問題点のところだと思うんですけども、まあ、ライトニング自体がもう10年ぐらい前の端子なので、まあ、大体 Type-C がまあ1秒間に大体 5GB とか 5GB ぐらいが転送できるのに対して、まあ、ライトニングとかと大体 0.5 なんで、もう何10分の1以下とか10倍ぐらいか、まあ、全然そのすごい差があるっていうところ、まあ、データの転送が遅いっていうところですね。あとまあそのさっき言ったように拡張性とかですね、あとまあ使い方っていうのは結構広がるかなっていうところで、 USB-C に対応すればそのドックとかですね使えたりとか、あと外部のディスプレイにこう出力できたりとか、まあ、今 iPad Air とか Pro とかね結構できたりすると思うんですけども、まあ、ドックとか使えると結構本当にねちょっと MacBook みたいな感じで使えたりとかもするのかなと思いますけど、まあそこら辺はね結構 USB-C になるとその拡張性とか、まあ、他のねやっぱデバイスで充電できたりもするんで、これはもうそろそろね対応してほしいなと思いますけどね、 iPhone 同様に。あとはもうあと 5G のまあ対応とかですかね、まあ時代の流れといいますか、まあといってもちょっと 5G がまだね遅いというか、まあ完全にまだ都内ですら若干怪しいところもあるんで、まあそこら辺はありますけども、まあこれはまあ時代の流れとしてあるかなと。まあただこいつでちょっとセルラーモデルに関しては iPad Air とかから同様なんですけども、やっぱ 5G 対応でちょっとコストが上がって、ちょっとセルラーモデルは高くなるんじゃないかなっていうところはありますね。はい。で、性能については、A13 チップから A14 チップに、まあ、なるだろうというところなので、まあ、iPhone 12シリーズとまあ同様かなと思います。まあ、性能的には、まあ、なんでね、かなり非常にいいんじゃないかなっていうところですけども、まあ、13から14だと 20% ぐらいの差なので、まあ、A13 でもね、十分優秀なので、まあ、そこと比べたらそんなに差はないかなと
思いますね。でもしかしたらメモリーとかも 3から4GB になるかも感じはしてます。というのも A14 チップの、まあ、iPhone12 とか、まあ、iPad Air だとね全部あのメモリーが 4GB になってるので、まあ、おそらく iPad もメモリー増えるんじゃないかなと思います。 USB-C 搭載もしあったら、そのさっきみたいな Apple Pencil のねこれ第二世代への対応結構あるんじゃないかなっていうところも、ちょっと噂されておりまして、ただまあライトニングだと多分第一世代のままかなっていうところもあるんで、ここはね、まあ、もしかしたらぐらいの気持ちでいいかなと思いますね。でも Apple Pencil ちょっと対応したら結構熱いかなと思います。で気になるこれ発売時期についてなんですけども、まあ、今のところおそらくまあ10月の終わりとかが怪しいんじゃないかなと言われておりまして、発表会のリークを出してくれるですねマーク・ガーマン記者、ブルームバーグの方ですね、まあ、曰く、まあ、発表会はねおそらくないんじゃないかっていうことが言われてますので10月、ただ何かしら新製品はまあ出るんじゃないかと思いますので、はい、まあ、プレスリリースっていう形で、まあ、ウェブサイト、まあ、Apple のなんかサイトみたいなのが急に出てるみたいなやつですね、まあ、今までやっぱ AirPods Pro とか、まあ、今回発表会出ましたけど、まあ、前回の AirPods Pro 初代とか、まあ、AirPods Max とかね、あとまあ16インチの MacBook Pro とか、まあ、前のモデルですね出た時も、プレスリリースで、ね、出たりしてたので、まあ、大体10月終わりとかなんですよね、まあ、あとはやっぱり iPadOS ね16のリリースが結構遅れたりしてるんで、まあ、結構それ次第なのかなっていうところですね。もともといつも大体 iPhone と一緒に9月とかに出るんですけど、 iPad はなんかちょっと多分バグが多いのか分かんないですけど、まあ、それで多分断念したと思われるんで、まあ、もしかしたら遅いと3月とかもねあるんじゃないかなっていうところで、はい、まあ、新学期シーズンなのでそこに合わせるっていうねこともあったりするんで、あとまあなんか結構ステージマネージャーがですねっていうあの新機能がなんかあるんですけども、まあ、それが結構落ちるっていうことをなんか聞きました。はい、平岡さんから聞きましたまあそれはちょっとね後ほど話したいと思いますけど、ちょっとあのお話しする機会があって、まあなんか iPad で検索すると出てくる YouTuber の方がいるんですけども、気になるねお値段なんですけども、まあ円安もあるけど、まあありますけど、まあ価格はねなんか上がりそうな気がしてます。まあ今ドルで、まあ、一応329ドルっていうことなんですけども、 iPad、まあ399ドルとか、あ、まあもしかしたらねそこら辺あたりが噂されてまして、まあやっぱりこうデザインがまあ変わるってなると、やっぱり値上げする可能性っていうのは高いんじゃないかなと思いますね。もうやめてくれよって感じなんだけど、まあ日本円で今 iPad モデルは 49,800 円になってますよね、まあ、なのでまあこうなると 59,800 円とか、まあ、iPad のモデルはまあ大体3万円の、ね、区切りで差でね今 iPad、iPad Air、iPad Pro ってあるんで、まあ、そう考えると今 iPad Air が 84,800 円なんですよね。ということはまあ大体 54,800 円とか、まあ、それぐらいじゃないかな、まあ、6万円を超えることはさすがにないんじゃないかなと思いますんで、一番安い価格の、iPad なので、まあ、iPad Pro とかね今12万円するんで、うん、まあ、これだったら正直僕だったらね MacBook Air 買うかなっていう、まあ、M1 でね全然それぐらい同じぐらいの値段で買えるんで、まあ、もちろんそのペンが使えたりとか、まあ、そっちに特化したことをやりたいとかなら全然ありだと思うんですけど、まあ正直ね円安怖いなっていうのは、150円ぐらいいきそうな勢いなんで、じゃあ iPad ねこれじゃあ待つべきなんですかっていうところですね、なんですけども、まあ別に iPad Air とか Pro とか狙いじゃなかったらまあ待ってもいいんじゃないかなと思いますね今のところ。まあとりあえず10月はまあ少なくとも待っていいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、もしかしたら出るかもしれないんで、もう期待するところで言うと、例えばじゃあ Apple Pencil の対応ですね。やっぱ最近やっぱ学生の方とか結構ねやっぱ iPad で使ってる方結構よく見るんで、僕の時あんまそういうのあんまなかったんですけど、それ iPad 対応したら、まあ、第2世代に、ね、対応すれば結構使いやすくなるんじゃないかなっていうところだったり、あとまあ USB-C 端子、まあ、これはもう明らかに使い勝手が上がると思うんで、ね、iPad だけのためにこうライトニング端子使うっていうのもねおかしいでしょ、はい、新しいデザインっていうのもあると思うんで、まあ、待つ価値は全然あるかなと思います、はい、まあ、とりあえず10月は、まあ、お値段がお値段になるとは思うんですけども、ね、待ってもいいんじゃないかなと思います、まあ、ちょっと10月出なかったで、まあ、3月になるかもしれないですけど、次もちょっと、まあ、あと iPad Pro もね、まあ、そろそろ出そうな感じもするんで、そちらの動画も出していこうかなと、はい、思っておりますので、はい、あとまあ iPhone 14 Pro のレビューですね、
ちょっと1ヶ月レビューを今準備してますんで、あとまあアクセサリー類のね、動画とかも今好評で、これもちょっと第2弾ね、今準備してます。はい。で、あとまあ準備してる動画が今いっぱいありまして、最近出せてなかったんですけど、これからポンポン出していきますんで、で、この動画少しでも役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価だったりね、チャンネル登録、横の通知ベルを押してちょっとお待ちいただければなと思いますので、はい。まだまだいろいろね、まだちょっと言えないこともいっぱいあるんで、今。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。ということで、今回ちょっと iPad っていうことでね、これも非常に気になってますね。まあちょっとあと、最近Pixel 7出たんで、Pixel Watch と一緒に買ったんで、Pixel タブレットもちょっと個人的にね、楽しみであるんですけども、そのさっき言った iOS、なんだっけ、ステージマネージャーなんかバグみたいな。まあ、僕はちょっと平岡さんとね、平岡優太さんですね、飲む機会があって、結構やっぱりバグみたいなの多いらしくて、すごいいい、機能ではあるんですけどね、確かこう真ん中にマルチタスクができるのかな、 iPad でこうパソコンみたいなちょっと使い方ができる、Mac も確か MacOS そろそろ来ると思うんですけども、はい、とりあえず平岡さん普通にいい人でしたはい、ちょっといろいろね刺激もらったんで、すぐにちょっとコラボしたりとかそういうことはちょっとね、登録者の違いがあるんで、難しいと思いますけども、なんかまた違った形でね絡めたらなと、他のいろんな人たちともね、絡んだ、その時トバ君もいたんですね、トバログもいたんですけども、共通の友人がいて、そこら辺ともねちょっといろいろ、また今後仕掛けていきたいと思ってますので頑張りましょう。はい、てか急に寒くなったよね急に寒いんだけど、はい、でも iPhone いいな、 iPhone よし頑張ろう、急に寒いよ本当に、よし、ちょっとバンバン頑張ります、本気出します。